こんにちは、速稼塾の久保です。今回ね、ペイペイに気をつけろというね、そんなテーマでノックさんから動画を送られてきました。いや、いいタイミングですよね。あのペイペイ今はね、すごく便利で使いやすいんですけども、まあ、私も懸念点っていうのはいくつかあって、ソフトバンクの孫さんの作戦っていつも無料でバーンとねばらまいて、たくさんのユーザーさんを抱えて、その便利さにね、もう塩漬けにして、しゃぶ漬けにしてですね、便利だーっていう頃にちょっと課金したりとかね、ちょっと割高プランが来たりとかね、いつの間にか私もスマホの代金3万円とか超えてましたからね、それをずっと払ってまして、で昨年の夏ぐらいにクッと切り替えてね、今4860円のプランになったわけですけども、とっても便利です。ちょっとそれは置いといてですね、 PayPay の懸念点なんですけど、何があるかっていうと、ノクさんが言われたように、 PayPay ってソフトバンクがその情報を全て網羅してるんですよね。要するに一網打尽と言いますかね。こうなると楽天のポイントとソフトバンクのペイペイとが、もう私たちの金融情報を預かっていると言ってもいいです。私は現金を使う機会が減りましたけども、その代わりですね、ペイペイでログを残しながら、追跡を残しながらですね、何を買ったのかとかね、いくらそれに使ったのか、どのぐらいバッグ買ったのか、つまり金融庁からスケスケなわけですよ。でそういったこともありますんで、現行のところですね、ポイントってのは課税に対してものすごく曖昧なんですけども、もしかしたらペイペイ課税みたいなのがね、されるかもしれないですよね。それも一つ。それから購入データとか閲覧データっていうのは当然ですけども、ペイペイに集まってくると思います。で私の欲しそうなもののセールスっていうのが多分あると思うんですよ。でもこれってクレジットカードをずっと使ってたんですよ。私クレジットカードを使ってる時も同じようにデータ取られていて、そのデータに基づいてセールスが来てたんで、まあ、ペイペイに変わってもそんなに私は変わらないかなと思います。ただ全体的にですね、今までクレジットカードを使ってない方がペイペイに、切り替えた時、ペイペイからクレジットカードじゃ拾えなかった情報が拾われるってこともありますよね。であとね、今年の10月からペイペイの決済代金が有料になるって話も聞いたんですよ。これ本当ですかね。でも有料になるかもしれないですね。確かに少しの課金でソフトバンクグループとしては何億円、何十兆円と、何十兆円じゃないですね、何十億円も入ってくるわけですから、例えば1回の決済に1円とかね、10円とかっていうのを課金することは大いにあり得ます。でもそれをもってしても便利ですごく使いやすくって、 PayPay から離れられなくなったと思います。近い将来ね、 ADA と PayPay が互換性を持ってくれればいいなと思いながらね、見てますけども、果たしてどうなるんでしょうか。まあその時その時でベストの選択をするしか私たちじゃないですから、将来的な不安をもとにね、今日使わないってこともなかなかね、難しいですね。ノックさん、どうすればいいんでしょうかね、というところでございました。今回は、ペイペイを使うなということでね、警告いただきましたので、ちょっと動画でメッセージを送ってみました。では、いってらっしゃい。